夜破棄隊 2B のブラックボックス信号は途絶。死亡を確認。状況を共有する。夜破棄隊 9S は本日破損部分の復元修復が完了。再起動可能状態にある。夜破棄隊 A2 も再起動予定。 提案、ライトの点灯。確認、 A2 および 9S 機体の安全の確保。問題ない。ならば、残りの課題は一つ。我々は夜波支援システム A2 および 9S の機体が稼働するなら随行支援する義務が存在する。同意。 A2 および 9S の位置を表示。それじゃ司令部行ってみよう。ここは私が。ダメ、ヨーゴ。識別番号 A2 の起動を確認。おはようございます A2。 なんだお前。私は随行支援ユニットポッド04に夜破棄隊 A2 の射撃支援を担当。そんなこと頼んでない。皇帝、 A2 からの依頼は受けていない。この行動は全随行対象機体の 2B からの最終命令として記録されている。必要ない。夜破棄隊 A2 にその判断をする権限はない。勝手にしろ。 一体何なんだあのでかいのは。不明。役に立たない箱だな。妖精、夜破棄隊 A2 の行動目的の開示。なんでいちいちそんなことを。支援する上で必要な情報と判断。教える理由はない。 粉々にしてやる。妖精、夜破棄隊 A2 の行動目的の開示。教えないって言っただろ。随行支援ユニットは対象支援機体の行動目的が開示されない場合、 要請、夜破棄隊 A2 の行動目的の開示。目的は機械生命体をぶっ壊すことだ。分かったか。了解。付近の機械生命体のスキャンおよび、マーク完了。砂漠地帯に大型の適正機械生命体を感知。推奨、大型機械生命体の破壊。
私に命令するな。否定。これは命令ではない。夜破棄隊 A2 の行動目的に対する支援情報である。推奨。情報に不満がある場合、行動目的の更新。うるさいだまれ。否定。本支援ユニットは夜破棄隊 2B の最終命令によって行動中。夜破棄隊 A2 に命令権限は存在しない。勝手にしろ、邪魔するな。了解。
っていうからどんな敵かと思ったら大したことないな。否定。敵機械生命体反応健在。なんだこれは。砂漠地帯用に進化した機械生命体と推測。推奨。敵機械生命体の破壊。言われなくても。Bモードで倒すか。計画。核融合ユニットの出力を増大させる B モードは危険。攻撃力は増大するが、防御力は低下し、メンテナンスコストも増大する。その証として、最新型のモデルからは機能削除されている。旧型モデルで悪かった。手段を持つ本随行支援ユニットに対する感謝の提示。
炎を感知。EMP 攻撃。推奨離脱。ここは。EMP 攻撃の衝撃によって A2 のメモリ空間にハッキング被害が生じた模様。じゃあ、これは私の記憶領域か。てか、なんでお前がここにいるんだ。随行支援ユニットは支援対象機に不具合があった場合、内部モニタリングの義務があるため。勝手に人の頭に入ってくるな。私たちは同じだ。誰にも頼れず、ただ泣き叫んで。うるさい！うるさい。ポッド1号さんへ情報共有を開始する。了解。圧縮会話モードを起動。圧縮会話モード終了。理解した。 A2 の記憶空間内にある 2B データが A2 の自我に及ぼす影響について
今後の報告を待つ。了解した。支援活動の参考情報としてアップデートする。気がついたみたいよ、デボル。おはよう。よく寝たな、ナインエス。レジスタンス。キャンプ。あなた、2週間も眠りっぱなしだったのよ。見つけてきた私に感謝しろよ。トゥービーは、お前の方がよく知ってるだろう。ブラックボックス信号も切れている。そう。デボル、ポポルタイプのアンドロイドは治療をメンテナンスに特化した希少なモデル。バンカーなき今、彼女たちがいなければ9S の修理補修は厳しいと予測。推奨、感謝の言葉。ありがとう。私たちのタイプは昔は大勢いたんだ。何でも大規模システムの管理を任されていたらしい。らしいってどういうこと？当時の記録は消去されてるから何があったかわからない。私たちのモデルは過去に暴走し事故を起こしてる。同系機は事故後にほとんど処理された。私たちが処分されていないのは再び暴走しないようにサンプルとして監視されるためなの。でもおかげでこうやって仲間を助けることができる。それが私たちが犯した罪への償いだと思ってる。あまり無理しないでね、ナインエス。見つけてきた私に感謝しろよ。あまり無理しないでね、ナインエス。
なんだこれは。地下空間より出現した巨大構造物、機械生命体の手によるものと考えられるが、詳細は不明。巨大構造物中央部から地上へ伸びている部分に移動構造物を確認。エレベーターか。奴らのやることに理由なんかないさ。推奨ホット射撃による強制停止。資源回収ユニットと称する物体の場所を通知。ふざけやがって。ポット、僕が寝てた間の状況報告。報告。先ほどアクセスした巨大構造物について機械生命体に由来すると考えられるが、詳細は不明。また構造物から射出された大型ユニットが数箇所にあることが判明している。大型ユニット。先ほど目的地としてマークされた物体、自称資源回収ユニットと予測。ユニットの目的は不明。 A2 は現在位置、生死ともに不明。分かった。その大型ユニットの位置をマーク。目的の提示、機械生命体の殲滅。ヨルハブ大基地バンカーが破壊された現在、各部隊員に対する命令は留保されていると判断。推奨レジスタンス部隊への合流と命令系統の再確認。命令だからやるんじゃない、僕が決めたんだ。機械生命体は殲滅する。そして A2 を殺す。蒸気、一体何のために。不明。
ちは資源回収ユニットです。防衛体制に入ります。文字なんて書いてあるんだ。天使文字と呼ばれる旧時代の特殊な文字、肉の箱という文章。なんだそれ。報告、損傷箇所なし。この建物全体、内部まで機械でできてるのか。報告、機械の機能とは関係ない無意味な部品を多数確認。そうした部品が使用されている理由は不明。やつらのやることに意味なんてない。この森は我らの森、大作さん、大作さん、復讐、復讐。
しいわけないだろう。
体の部品が。推測、構造物自体の資材もしくは武器を製作するための資源。武器推奨、定期的な実施。エネルギー収束、近接射撃モード、最大出力 9S 発射。おはようございます、A2。 一体夜破棄隊 A2 は5分42秒前に再起動された。原因、大型機械生命体との戦闘による過負荷によるもの。くそ、砂だらけで鬱陶しいな。報告、燃料用ろ過フィルターが劣化、砂漠での戦闘時に微細な粒子が内部に入り込んだ模様。推奨、早急な当該部品の交換。交換って言われてもな。レジスタンスキャンプで使用された過去記録を発見。レジスタンスキャンプ。
外生命体同士の争い。貴様も機械生命体だろ。いいえ、あなたと戦うつもりはありません。私の名前はパスカル。戦いを嫌う機械生命体です。だからなんだ、機械生命体に魂なんかない。ただの殺戮機械だ。私の仲間を何人も殺した罪を償ってもらおう。そうですか、仕方ありません。うるさい。気が変わらないうちにどこかに行け。あなたは。いえ、何でもありません。ありがとうございました。警告、ろ過フィルターが破損すると燃料供給に深刻な問題が発生。推奨、燃料用ろ過フィルターの早期交換。分かってるよ。機械生命体パスカルを中心とするコロニーの座標を確認。マップにマーク完了。うるさいな。
生命体だらけ。ここはパスカルの管理する平和的な機械生命体のコロニー。機械生命体が多数存在するのは予測の範囲内。疑問。ヨルハキ対 A2 の予測能力。そのうちぶっ壊す。植物の樹皮を採取可能な場所をマーク。報告。平和的機械生命体であるパスカルへの敵意はコスト的に無意味と判断。推奨。早急な友好関係の締結。友好？冗談じゃない。
し。反応なし。捕獲終了。飛行ユニットの残骸、当機体はヨルハ機体 2B の所有機体だった。 2B の機体、飛行ユニットのメモリー内に未送信メッセージを確認。そのままにしておこう。きっと私が読むべきものじゃないだろうから。了解。赤毛の双子に言われてた資材が揃ったな。私に行くか。
あの機械生命体のところに行くか。持ってきたぞ。ああ、エトゥーさん、ありがとうございます。今からフィルターを作ってきますので待っててください。飛んだ。パスカルの機関を確認。生命体を感知。
やってみるか。平和的な機械生命体か。推測、パスカルたちと友好関係を結ぶことでさらなる資材入手が可能。推奨、パスカル村の調査。
変な国家が終わるところで初めて余計者ではない人間が始まるか。どうもこのニーチェという人間の考えは深いですね。深すぎて私にはまだ変人にしか見えませんが。さて、本だけではなく私もこの世界を見て回らないといけませんね。行けばいいんだな。聞こえますか、A2 さん。ああ、ちょうどよかった。A2 さん、頼まれていた素材は今。大変なんです。村人たちが。おい、パスカル、どうした？一体何が？推測、貴重な情報源であるパスカルに問題が発生。推奨、パスカルの村の状態調査。言われなくても。